今日はどんなお料理でしょうか。はい、今日は鮮魚のグリル、トマトとアサリのソースになりますね。マダイをグリルしてイタリア風に仕上げます。まずはマダイの方に塩コショウしますね。はい、マダイの両面に塩コショウをし、グリルプレートに乗せ、表面にオリーブオイルを塗り込みます。では、焼いていきたいと思います。はい、それではグリル機能を使って焼き魚モードで焼いていきます。ではアサリとトマトのソースの方を作っていきたいと思います。はい、フライパンにオリーブオイルにつけたニンニクを加え、香りが出るまで炒めます。今回鮮魚と名前がついてますけども、はい、他の魚でもこのお料理は美味しくいただけるんですか。そうですね、はい、その時、取れるお魚ですとか普通のものでも十分だと思います。はい、ニンニクの香りが出たらフライパンにアサリ、水を加えます。蓋をしてアサリの口が開くまで4分ほど強火にかけます。そしたらここに、ブラックオリーブですね。はい、カットしたブラックオリーブ、ミニトマトを加え、トマトがしんなりするまで煮込みます。トマトがしんなりしてきたらアサリを取り出します。オリーブオイルを加え、ソースを乳化させ、塩を加え、味を整えます。ここまで調味料がお塩ひとつまみですね。そうですね、はい、あとはまあアサリのお出汁と、はい、トマトとか十分味が出るんですね。はい、では魚が焼き上がってみたい。おー、はい、あ、綺麗に焼き目がつきましたね。そうですね、はい、うん、焼き上がったマダイをお皿に盛り付けます。上にアサリを乗せ、トマトソースをかけます。最後に刻んだパセリを散らせば、魚の風味とアサリの出汁がよく合う鮮魚のグリル、トマトとアサリのソースの完成です。うん、おいしい。うん、グリルで焼いた分お魚がふっくらと焼き上がってますね。でまだこのソースが美味しいです。このアサリの旨味が出ているソースにトマトの甘酸っぱさがいいアクセントになってますね。お魚に貝のソースという、もうまさに魚介の恵みたっぷりな一品です。炎で料理ショー、次回はホタルイカと彩り野菜のリゾットです。お楽しみに。